脱窒、脱窒とは、窒素化合物を分子上窒素として、大気中へ放散させる作用、または工程を指す。窒素循環の最終段階であり、主に微生物によって行われる。無機窒素塩類を化学肥料として多用する、近代農業のもとでは、作物の同化作用へ吸収されず残留したそれら、塩類が地下水へ侵入、汚染することを制限する役割を果たしている。 大気汚染源としての窒素酸化物も、香水、硬化で土壌や水系へ移行後に、この作用で還元される。かなりの数が知られている、硝酸還元菌のうち、硝酸イオンを窒素にまで還元する能力を備える。プソイドモナス D ナイトリフィキンスなどは特に、脱窒菌と呼ばれる。他にパラコカス D、サイボシラス D などが知られる。 通性嫌気性従属栄養細菌は、分子状酸素が十分に存在する環境では、好気性細菌と同じ好気呼吸を行い、酸素で有機物を代謝して、生育、増殖する。環境が変化し酸素が乏しくなると、どちらも嫌気呼吸を行うが、通性嫌気性細菌は、好気性細菌よりも効率よく対応できる。絶対好気性生物は、短時間で死滅。 ただし、好気性細菌は、内製呼吸同様の自己分解状態で、歯科や増殖が著しく制限される。一方、発酵を行える嫌気性細菌では歯科増殖ともに、可能だが、後期呼吸時より著しく効率が悪くなる。この時、硝酸イオンが存在すれば、硝酸還元菌は、硝酸塩呼吸を行い、優位に立てる。硝酸塩呼吸のエネルギー効率は、 後期呼吸の約半分だが、内生呼吸や発酵に比較すれば、圧倒的に有利だからである。他種の硝酸還元菌が、腸内細菌や醸造種、発酵食品の製造過程などに存在するが、大部分は硝酸を還元する能力を持たない。生存競争で優位に立つには、硝酸還元能のみで十分で、複雑な硝酸塩呼吸の全体射形を備えるに、 至らなかったものと思われる。硝酸還元菌が生成したアショウ酸イオンは、脱窒菌が共存すれば吸収され、脱窒の一部とみなせる。同じ理由で消化において、アショウ酸細菌が優勢で、硝酸まで酸化が進んでいなくとも、脱窒は進行する。ただし、大腸菌などの腸内細菌にはアショウ酸を還元するにあたって、窒素ではなくアンモニアにしてしまう。 非脱窒型の代謝を行うものがあり、これは除かれる。細胞シラス D ナイトリフィキンスは、独立栄養細菌であり、代表的な溶酸化脱窒菌とされる。有機物ではなく溶イオン、硫化水素やチオ硫酸イオンを硫酸に酸化し、炭酸を炭素源とする代謝を行うが、やはり硝酸塩呼吸の能力を備え、脱窒菌である。硫黄濃度の高い海底などで見られる。 アナマックスは、嫌気性アンモニア酸化の意味で、炭酸歯科の独立栄養細菌である。アショウ酸とアンモニアから窒素を生成する強脱窒を行う。パラコカスパントトロファス、サイスファイラパントトラーファは、好気性脱窒菌とされ、研究が進められている。これら細菌以外に、新菌も脱窒を始めたような窒素代謝能力を持つことが明らかになり、 研究が進められている。環境工学分野では主に水中からの生物学的窒素除去に利用、研究がなされている。代表的な排水処理法である活性汚泥法では、好期的微生物を主体に有機物の酸化を行う。この工程に消化作用を組み入れ、さらに脱窒工程を組み合わせることで、極めて効率的な窒素除去が可能となる。注意すべきは、 脱窒菌の小酸塩呼吸は、後期呼吸ができない環境でやむを得ず行っているので、あり、養存酸素濃度が高い環境では進行しなくなる、ことである。0.2mgL 以下で、後期呼吸にとって変わり、0.5mgL 以上では停止する。ただし、実装地内で、脱窒菌は多様な菌種と共存しているため、養存酸素濃度が、 かなり高くても生物症内の濃度勾配により、脱出が生じることが確認されている。この傾向は分散症、フロック、生物膜、単体、グラニュールの順で強まり、消化と脱出を同時進行させる設計もなされている。装置内の反応液について、酸化還元電位を測定し、反応状態を推測することができる。例えば、消化工程直後の水は、 酸素が残存しマイナス5 0ルト以上を示す。脱質工程に入ると電位は低下するが、マイナス1 0 0ルトを切らない場合、脱質が進んでいない恐れが高い。逆にマイナス2 0 0ルト以下では、硝酸イオンが還元され尽くし、無酸素状態を超えて、嫌気状態へ進み始めている。マイナス3 0 0ルト以下は、 メタン発酵が生じる絶対研究領域で、脱窒菌の生育に適さない。なお、酸化還元電位は、水素イオン濃度とは異なり、相対的、曖昧な指なので、50mV 単位程度で捉えるべきである。脱窒工程では必要に応じ、有機物としてメタノールを補給する。その場合の反応方程式として下記が挙げられている。消化菌より、非増殖速度が大きく、 アルカリ度が消化反応の半分ほど生じる。脱窒菌への水温の影響は通常の活性をデート同程度とされ、非増殖速度はむしろ生物症の中で小三塩呼吸の優位性を発揮する程度によると考えられる。実装地ではメタノールに変えて排水中の有機物 BOD 成分の利用が広く行われ、目安として 小酸体窒素1に対し BOD3 が消費され、有機オデー0.4が発生するとされる。これは、抜気動力を要せず BOD 除去が可能であることを示唆し、実際に、これを活用するべく各種の装置が設計、建設されている。電解法など物理化学的除去法による場合が、多い高濃度の産業廃液へも、条件次第で適用可能である。 脱窒菌による窒素除去は異化代謝によるものだが、同化代謝により、生体へ死化させて窒素除去を行おうとする方法もある。不栄養化が進んだ水域に増殖が早い、水草などを植え付け、成長を待って繰り返し収穫する、水生植物植栽法などが該当する。また、活性オデ生物が増殖し、余剰オデを引き抜けば、これも窒素除去となる。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。